タロ散歩チャンネル。ご乗車いただきましてありがとうございました。まもなく終着予定時に停まります。で、ホームは左側2番線の到着です。で、お客様にお知らせいたします。停電のため、小樽方面の列車につきましては、大雪の影響を受けまして、現在運転を見合わせております。で、ご出航状況や乗り換え列車につきましては、大変恐れ入りますが、次の放送案内であって、飛行機順をお確かめくださいますようお願いいたします。で、ご利用のお客様にはご迷惑をおかけしますことをお詫び申し上げます。ということで、こんにちは、太郎でございます。本日、2021年1月19日の火曜日、手根駅に私来ているんですけれども、雪がね、今日すっごいことになってて、今、小樽方面全部なんか運休になってるみたい。でですね、今日はこの雪の中また石狩行かなくちゃいけないんですよ。すんごい豪雪地帯なんですけれども、まあ、ただね、電車はね、なんかうまい具合に遅れのない電車に乗ることができたんで、まあとりあえず丁寧からであれば無事に今そこに止まっている麻生行きのバスに乗って行くことができるっていうわけなんで、じゃあそういうルートでちょっと行きたいと思いますので、何卒よろしくお願いいたします。中央バスをご利用いただきましてありがとうございます。このバスは朝41番明ニューシティ経由地下鉄麻生駅行きでございます。ということで、石狩といえばお約束のこちらですね、南温泉で、慌ただしかったんであんまりちゃんと言ってなかったんですけれども、そう、今日石狩で仕事があって、そして、帰りはまたいつものように帰るんですけれども、なんだって相変わらずうちの給湯器が壊れておりまして、それでまたお風呂に寄って帰ろうかなと思います。多分ね、
夜の10時ぐらいまでには内部に到着できるんで、そしたらまあ1時間ぐらいはゆっくりできるから、それで行こうかなと思いますので、まあ、何卒よろしくお願いいたします。もうなんかよろしくお願いしますと言った時点で早速次夜に行っちゃうんですけれども、まあ、今回も何卒よろしくお願いいたします。まあ、ということで夜になったんですけれども、雪はねあんまりなんか降ってるような感じではなかったです。まあ、なんか昼間に積もったものがそのまま積もったまんまみたいな、そんな感じですね。まあ、だからなんか途中から来た生徒さんとかにもなんか雪どうだったとか聞いて回ってたんですけれども、まあ、大体なんか風は強いけど雪はそうでもないって言われてました。だからちょうど今ねこんな感じで除雪車とかも出動して雪がまた降る前にできるだけのことをやっちまおうみたいな、そんな感じで今動いてるっぽいですけどね。まあ、ということで夜の部になりましたが、とりあえずあのね苗場のお風呂に行って、そしてさっぱりして温まって帰るという様子をお届けしたいと思いますので、何卒よろしくお願いいたします。先週とか先々週にあったここの雪の山がなんかなくなってますよ。だから一回どっかで除雪車が来て、ね、ごっそり雪とかを持ってったっていうのがよくわかります。この辺の雪かきはとりあえず隙を見て一回積もった雪をあのどっかのタイミングで、ね、あのガソーッと持ってくんですよね。でそういうのがあったみたいで、またこうやって積もってくんですけど、まあ、これは多分家の方が押し出したんでしょうけれども、まあ、それもいずれどっかでなくなるという感じです。ただね、そう雪はねそんなにあの降らなかったんですけれども、風がやっぱり強いです。ここはもう日本海から吹きさらしですからね。ちょうど今ね私後ろの方からあの風が来てるんですけれども、真後ろがちょうど石狩湾なんですよ、日本海なんですよ。まあ、そっち方面からずーっと風が来てるんで今ね背中が冷たい。ああ着いた。花川南9-3、とんかつの成田さんの前ですか。初めて知った。とんかつの成田ってのはこの辺にあるの。あれは違うか。あれはねとんかつの成田がありそうですけど、田代クリーニングって書いてあるや。そうですよね、絨毯ソフトな仕上がり、田代クリーニング、あと電話番号みたいな、そんな感じですけれども、実際ですねこのバス停にバスが来るのがね7、8分後ってところなんですよ。で7、8分ねここで立ってるだけってのは本当に寒いんで、また一つ隣の石狩南高校っていうバス停があるんですけど、そこまで歩きますか。目印がですねあそこにあの北海道民の正義の味方セイコーマートがあるんですけれども、これですねセイコーマートがあるんですけれども、あれのちょっと向こうぐらいなんで、まあバス停1個分歩くぐらいにはまあちょうどいいでしょう。まあ寒さも紛れるというか、そんな感じです。ただねやっぱりあれじゃないですか、なんかとんかつの成田がちょっと気になりません、ね、さっきのバス停に書いてあった。恐ろしいですね、なんかバス停になんとか前という風に書いてあると一応気にはなるみたいな、そんなところありますよね。あれだここですわ、ここがとんかつの成田さん。お店はこれまだやってんのかな。あ、でもあれか、看板がもう電気消えてるから今日はもう閉店になったっぽいですね。あと今日はやっぱりね除雪車がもうずっと出動してます。あの最初低迷期に行った時もね、ちょうどあの列車の除雪車がちょうどね通り過ぎていくの見ましたけれども、実はねもう札幌駅でも見かけたんですけれども、なんかね電車の中人混んでて撮れなかったんですよ。まあ、そしてすれ違うかのように石狩庁舎前行きがずーっと通り過ぎていきます。あ、今度でバンナグル行きが、あ、そっか、ここ2連続で行くんですよねこの時間ね。なんかちょっと覚えました、バンナグル。これですね、よく見えませんけどあれはまさしくバス停。
もう冬はね、吹きさらしになってるんでね、ここがよく見えないんですけどね。はい、ちょっと。そしてね、あの風っていうのはね、片方から来るんで、こっちの方はね、バス停に雪がペタッとくっついてるんですけれども、反対側見るとね、とっても綺麗なんですよ、こんな感じで。まあ、ということで風が強いんですけれども、ここは新琴似駅通りというところにおりました。今日ね、札幌ターミナルに行かないで新琴似駅から苗穂に行こうかなと思います。そしてここの良心的なところは、目の前に我らが北海道民の心のオアシスセイコーマートがあること。ちょっとね、逆方向なんで今行かないですけれども、とても良い場所です。寒いで、ね、10分ぐらいしてからね、こっちの方にあの札幌行きの列車が来るんで、札沼線なんですけどね、ですね、どうだっけな、なんか右側に曲がれば駅があるんですよ。今ね、真正面から風が来てるので、風の音が今すごい、マイク音拾ってると思うんですけどね、寒い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 。多分ね、この橋の手前から右に曲がれば駅に行けるはずなんですよ。寒い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 。橋の手前はね、マンションの敷地だった。多分これまっすぐ行けば駅に行けるはず。ということで、新琴似駅、こっからね、苗穂に行きます。列車が19分で、今の時間がね、あと 3,4 分ってとこですね。まあ、ということで、札幌駅着いて10番線の向こうには新幹線の工事の防音壁がことごとく防音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 というふうに書かれていますけれども、あのそんなことはいいんですよ。お風呂苗穂に行かなくちゃいけないんですよね、今日はね。これから点滅してる37分空港行き登ればいけない。ということで苗穂に到着しました。あの
本当はですね、こっちのね、江別行きの方でね、ヤフー動線乗ってたんですけれども、一本早い空港行きのがちょうどね、ぴったり乗ることができたんで、7、8分ぐらいね、実質早く着いた感じなんですよ。地味に40円足りませんでした。久々に残高不足やらかしましたね。雪はですね、なんかね、降ってない感じなんですよ。寒いのは寒いって感じですね。ちょっと寒い方の今空気になってるなっていう感じがします。あ、降ってるわ。普通に降ってました。寒いんでね、早急にもうお風呂に行きたいんですよ。早急に到着したいんで。あれでしょ、ここがねまだ点滅してないってことは、ここでちょっと信号待ちしなくちゃいけないんで、でそれもね寒いんで、とりあえずこっちからねさっさっさっさと行って、ね、渡れるところから渡るっていうのがちょうどいいんじゃないかなと思います。ここまで来たらもうお風呂はすぐそこ。毎度お約束のクラヌエンさんにやってまいりました。ここでまあがっつり温まって、それで今日帰りたいと思います。まあ、ということで蔵の湯さんで温まりました。さっぱりしました。ということでもうね11時過ぎて、もうそろそろ列車が来るんじゃないかなという時間になりました。雪もねだいぶ降ってきたんで、また明日もどうなるかちょっと分かんないですけれども、明日もねまたね石狩に行ってくれっていう風に言われてるので、もしかしたらまたこの吹雪の中行くんじゃないかなと思うんで、どうなることやらという感じですけれども、まあ、大丈夫です。列車さえ止まんなければ、まあ、あとはなんとかなるかなという感じですね。ではじゃあ今回はこの辺にしたいと思います。では皆さんご視聴どうもありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。どうもありがとうございます。今回もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、いいねボタン、ぜひよろしくお願いいたします。Twitter、Instagram、太郎の雑学カフェもやっていますので、ぜひ登録してください。家庭教師の生徒さんも募集しています。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。